勝てます。あー、K5 にだ。くそ、めんどくせえ。ゾンビさんかよ。UM かよ。やば。やばいな。俳句が失われちゃった。ゴー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 進め、ムービー。
あ、ここ。Grâce à ton éclat. さん、俺あれだよ、持って行ってるよ、CV。 リマに CV 持って行ってる。
そう、こっち抜かれる。ごめん。許さない。許さない。これ。なあ。もうさ、ホテル捨ててもいいよ。ここら辺を守れば大丈夫だよ。そこ。いやー、多分攻め切られておしまいな気がするから、これ逆に攻めた方がいいかなって。それでもいいんじゃないでしょうか。わかんないですけど。UM がいるからあれが殺してんだよ。もう。なるかな。UM をしばらくキャプしてほしい。キャプチャーしてほしい。ああ、隠れたか。いけるわ。これ捨てていいのかな。もう疲れた。頑張れ。いやもうな、対戦車歩兵そこ強い。いないんだよ。なんでいないの。入れてないってじゃなくて入れないっていうか、いないんだよ。そもそもオランダって今出した。耐えて。俺もそっちにやったから。いいね、マジで。レギュラー。いやーもういいよ、こっち先生捨てていいよ、どうせやられるから。いや、そこ捨てたら、あの ここで守ってくれてたら言えば大丈夫なんです。いや、あの着く前に主要部隊が全滅させられてる。俺の部隊が見つかってるから。なんだ。いやー、みあれでスモーク系がいないからだよ。ごめん、これは入れてないってか、ドクトリンのあれだけなんだ。今 ATGM で援護してるから耐えるんだ。なんとか、耐えてみるわ。クソが、あの野郎、マジで許さん。リキさん、ここにスモークぶち込めない、突っ込む。はい。相手をちょっと気をそらそう。
ホテル捨てます、一回ちょっと体勢立て直す、あまりにもひどすぎる。今スモーク張ってる。ごめん。ちょっとねKommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Der Feind ist in Reichweite, wir aber auch. どっちの方がいいや、ケーキさんか敵か、お前が近すぎる、もうちょっと遠くしてくれ、両方、これをどうにか。
ー殺し生きてるやんけ、もう完全に。めんどくせえ。誰かスモークで立てる方います？ケーキさんぐらいかな。ケーキさんか、まあいいや。場所は、場所っすか。この塀をとにかくやってほしい。ここやばい。どっちが先かな。俺たちが攻め切るか、向こうが無線さんを潰すか。もう潰れてるよ。落ちたよ。じゃあもう耐えて、これ耐えて、耐えてる。泣き言を言うな。泣き言を言うな。ほんまに。いや今溜めてるからマジで。もうあの野郎ふざけない。僕に状況ないでしょ。いやそういう状況だよ今。もうダメだ、もうダメだって。そこまで耐えれそうじゃん。今から犯行に出るよ。出れるんじゃん。今やっと準備できたんで、やっと準備が。頑張ってくれ。頑張ってくれ。ありがとう、キキさん。多分街の中に多分歩兵 CV いるだろ、これ。栄光。泣き言立ってねえで、さっさと突っ込めお前ら。え、俺の兵士たち。この辺の、この辺に CV 歩兵いた。オッケー。
たってねえな、このシーブ。街なんかめっちゃおるな。うん、バカさんの分だね。突っ込めて言って、ね、突っ込めて言ってんだよ。対空を持ってきた方がいいな。対空が俺のしかないんだ。うわ、ごめん、もう俺レキレーダーの対空しかない。
地位歩兵確認、ここ了解。あーでもバギーリングないわ。返されて撃ってる。やった。ナイス。もうお願いします。元気さん、ちょっとできればいいです。押し切るぞ。よ。
あ、シビやられた。うん、狙い撃ちされたね。やべ。CV 返されて撃ってる。あとこっからちょっとモトロ式が来てる。ごめん。うわーもうマジかー、もういいや、死だねー、もうもうなんか死だねー、あかん、あかんな。カエサル死んだ。入れてきたぞ、CV。真ん中に CV 入れてきた、敵が。ああ。しかも2両。今1両無理やり押す。ああ、パーソンさんの戦車 CV 入ってるわ。戦車 CV と、あともう1個ね、多分、このスモークの中だろうな。あ、でも奥死んだ。僕は今爆撃した。うん。いた。これ。戦車 CV。やべえやべえ、無線さんともやべえ。だからもうこの状況ずっとついてるからもういいよ。もういやこれだ、これあれだ、とりあえずハップ、ハップ送るからさ。いやもういい、もういいよ、送らなくて全力で中央集中した方がいい。逆にこっちは
多分これ以上ゾンビ戦は攻められないから。コマンドマリーンでちょっととどめさせてみる。あ、CV やられたからないと。あ、勝った。勝った。勝った。いや、頑張った。時間切れか。時間切れで。すごい戦いだった。すげえ、やっぱ被害はクソだな、これ。あかんもん。なえるわ。兵器化の方が稼げてないんだから、勝ちだよ、そっち。横から見てる恐怖でしかない、なんか。一列に並ばして突っ込ませるだけだ、こいつみたいな感じになるから。